いどうも、織田信長です。ルイージマンション2 HD の実況プレイをやっていきたいと思います。ほいさー、やってきました。前回キノピオくんと合流したんだよね。まあそのまんまのことを呼んじゃったんだけど監視カメラの写真のデータを解析しておいたぞーい。そうだね、前回救出したキノピオが撮った写真を解析したって感じだよね。アーケがクリスタルの中に閉じ込められてる。このまま閉じ込めといてくれ。中には特別な力があるということ。終わりかな。監視カメラの写真じゃが、なんともやばい予感がするの。謎は深まるばかりじゃの。だあの場所で何が行われてるのかすぐに調べに行くんじゃ。採掘場の最下層、水晶の間。お、びっくりマークありがとう。ここに向かってくれ。テレポータルを見つけるじゃろう。空間を飛び越えてある場所とある場所を直接つなぐアンビリーバボー。ほう、キノピオくんで確認済み。実験台にされてるってこと。オッケー、じゃあ行きましょう。博士行ってきますぞーい。今回もどうなるかな。お、どこスタートだ。中スタートだね。おいし、うわ、なにこれ。うわ、なに、あ、なに、あ、そう、やっぱここ椅子あったよね。邪魔だよ。ちょ、あ、テレーサーじゃん。テレートリン。ルイージさんですか。やっぱり吸い込んじゃう。おいしょ、ちょっと邪魔してくんね。この辺か。あ、今いたね。あれ、ここだ。オッケー。ちょっと邪魔しないで。ほんと、なんかモケモケくんが邪魔してくるんだけど。よし、じゃあモケモケくんどいて。あ、後ろに鏡があるね。よし、でもモケモケくんなんか害があるわけじゃないんだね。何よ、東大元暮らしすぎ。あ、氷の採掘場からなんちゃらこんちゃらって言ってたもんね。はいはい。わあ、びっくりした。もう行っちゃおう。あっち、こっち行ってないよね、そういや。おう、あ、これがワープのなんちゃらこんちゃらって言ってたやつ。ワープするんじゃない。おう、かわいい。めちゃくちゃかわいい。じゃあ行きましょう。ワープ。あ、鍵があるけど、あちあちがないね。持っていけるじゃん。なんだよ、なんであんなうろうろしてたの私。これでこうでしょ。溶けろー。よし、でもう一回戻るじゃん。ここの鍵でしょ。オッケーオッケーオッケー。これで先に進めると、氷の回廊、あ、ここはいけないんだね。
わあ、おっと、あ、なんかある。おお、はいはい、動体視力をなめんじゃないよ。あ、何？やっぱなんかあるよね、ここ。ん？なになに？うわ、ネズミがいっぱいいたじゃん。オッケーオッケーオッケー。え？なにこれ？上がったらいけんくない？おう、これでここの鍵か。ああ、おう、中継所。お、行けなくない？また追ってるよ。あ、これを溶かす。うわ、反応が薄いな、私。おいし、ピンクちゃん、あ、いけいけいけ。緑くんまだいいんじゃん。あ、バリアタイプの緑くんだね。で、そのまんま、よし、あそこ閉めたいんだけどな。とりあえずこの辺に何もない。ふう、これで吸ってもう一度しっかり溶かして、ふう、行きましょう。ひらめいてる、ひらめいてる。ふうかな、ふうだね。ふうして、あーあー、労働してるお化けさん。労働お化けがいっぱいいたね。あ、上になんか吊り下がってるやつあるよ。違う違う、これこれ、吊り下がってんの取れないな。あ、取れた。ハンドル、あ、向こう側に行くんじゃない？ふう、え、行けなくない？これで引っ張っていくのかな。何？なんか映ってた今。ネズミさんのお目目かな。ん？博士が。もしもーし、なーに？ヘロー。聞こえるよ。途絶えじゃ。最下層に着いた。うん。あ、ここはびっくりマークのところ？あ、また次のびっくりマークが出たね。気をつけるんじゃぞーみたいなこと言ってたんだろうね。これ引っ張ったら、もうワープのあれもあるでしょ？あれ溶かすんじゃない？覗こう。あ、これは写真のところかな。なんかこんな感じだった気がするんだけどな。何これ。
クはピカピカさせるもの。こっちには行けないんだね。ここのあれを溶かさなきゃいけないから、なんかあるんじゃない？そうだもんね、びっくりマークのとこだから行けないよね。うん、ウルグール風かな。お、下におります。うん、あーやばいやばい。あ、無限湧きなのかな。やばいね、これは。やばいやばいやばい、逃げなきゃ。え、でも何にもないね。どうしよう。あ、これか。これを回したからってどうなるの。お、なんか運んでるくない。おう、石、石がいっぱい運び込まれたけど、一回戻ってみようか。ぐる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 、上に戻ります。あ、それを燃やすのか。おっとっとっと、これ燃やすじゃん。お、なんか投げれるみたいな。おーん、オッケーオッケーオッケー。あ、帰ってきた。で、これを引っ張るとここがいけるんじゃない。よし、冴えてる。うん、一回ちょっと待ってね。おう、溶けてくるかな。溶けないね。お、ハートのネズミさんだ。あ、あるじゃん。これを火につけるじゃん。うん、ここか。うん、え、あの鍵はどうやって取んの。あ、これじゃない。これはポンって投げれるよね。今できた、出た出た。ポン、オッケーオッケー。危ない、沼プレイするとこだったわ。帰り道どこ。あ、こっから来たね。うん、お化けさんがいる予感がする。おーい、よし。あ、これ宝石じゃない。よしよしよし。なんかあの緑さんが、おい、あ、今だ。オッケー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 。終わりか。よし、そして鍵ゲットしたよね。ここが、キノピオが写真撮ってたところかな。怒ってる怒ってる。あ、このさ、しましま模様のさ、ピンクちゃん見たことあるよね。みんなしましまになっちゃった。
あー出てきた。召喚された。あ、やっぱ HP もすごい多いね。もし負けないよー。わあ、ぐちぐち動かないでー。よし、あー、ちょ。オッケーし。一人ずつ召喚す。うわあ、勝手に出てきた。うわあ。よしよしよし。お、緑くんがなんか怖いんだけど、攻撃してきそうで怖い。うわあ。これ言わんこっちゃない。ああ、ビビーでね、避けようとしてるんだけどね。よしよしよし、避けてるよ。みどりくん、いらんことしないでね。よしよし、避けてる避けてる。無言プレイだけど避けてる。よし。あ、避けきれてないね。よし、みどりくんから先やりたいんだけどな。よし、これでおしまい。赤くんおしまい。よし、みどりくんもおしまいだぞ。あきあきあきー。お、オッケーかな。水晶の前へ行く。あ、クリアしたね。あ、博士から電話だ。もしもーし。イエロー、大丈夫ルイジー君、うん、そこ何か起きてるのか。テレサいたか。うんうん、クリスタルがあったよ。そう、クリスタルを運んでたんだよね。早く見たいから帰ってこいみたいなことを言おうとしてるんだね。よーし、じゃあ帰りますぞ。結構時間かかったね。よし、星、え、一つ？ダメかぁ。やっぱり難しくなってきてるね。おし、ただいま。戻ったな、ルイージくん。うん、中身見て見て。うん、いつものやつとはかなり違っていたのではないか。何が起こったのか。そっか、あのクリスタルじゃ。クリスタルがお化けの力を強くしたに違いない。ほとんどのクリスタルを持ち去られていることから考えると、これからどんどんストロングなお化けが現れそうな気がするぞい。つまり難しくなるってことですよね。たまには君も将来のことをじっくり考えて。よし、じゃあこのまま取っちゃおうかな。うん、メインラボへ進め。あのストロングなお化けたち、非常に興味深い研究対象じゃわい。だがわしらにはやらねばならん、とても重要なことがある。わかるな。そう、ダークムーンのかけらの調査じゃ。そんな君に朗報じゃ。たった今かけらの場所が特定できたぞーい。かすかな反応を頼りに、わしが必死で計算してかけらがある場所を割り出したんじゃ。相変わらずわしは天才じゃのう。オッケーオッケー。博士の自慢話に付き合ってる暇はないんだよ。深い谷を渡った先にあるメインラボ。ほう、ここのロッジみたいなところにはメインラボっていうものがあるの？うんうん。メインラボの前にあるカメラがどういうわけか全く反応しない。自力で谷を渡ってもらわなければならん。あ、そうだよね。あのゴンドラあったよね。とりあえずじゃあ行ってきます。ゴンドラなんかむずそうだな。ほう、寒そう。
ルイージ君、私が温めてあげるよ。これおまたモケモケ君いるじゃん。なんかついてくるね。ピクミンみたい。かわいいね。モケモケ君ついてくるのかわいいけど、ちょっとなんかせかされてる気持ちで怖いわ。なんの？うん。お？溶かさなくていいんだ。え、上に行った。まずこれ閉めて。モケモケくん邪魔だから、こっちに行きなさい。終わっちゃった。これが、で、下げる。この下げると、溶けるよね。よし。こっから下降りるんじゃないの？もう一回下に降り、うわぁ。降りて、この辺は何もないもんね。よし、じゃあ、このままこれに乗るわけでもないの？あ、行けた行けた行けた。よしよしよし。行けたよー。氷の採掘場。で、右に行かなきゃいけないから、じゃあ、またこのゴンドラ乗らなきゃいけないんじゃないかな。降りるでしょ？で、左。じゃあ、右。右も左も分かってない。で、ここ。このゴンドラ乗れってこと？あ、乗れるじゃん。うわー、怖いんだけど。みんな画面が涼しいね。よし。お。あるよね。よしよしよし。ただ、氷が凍ってるから、吸えなくない？一回戻って、あ？ちょちょ、滑るのやめて。お、爆発した。ここにもいる。ここら辺にもいる。ここにもいる。いっぱいいる。全部破壊した。ゴンドラの入り口を探す。これか。お、最強もちもちくんじゃん。緑くんも赤くんもいる。信号じゃん。うん、戦うんじゃないの？みんなを探して倒したらこの鎖がなくなるみたいな感じかな。やばやばい、なんたることじゃ。お化けが入り口を塞がった。うんうん、逃げていったお化けを捕まえるしかないぞよ。じゃあこっちから、からのこっちかな。ここびっくりマークついてるけど、ん、この辺絶対なんかあるよね。やっぱり滑る滑る、取りにくい。あと一個かな。よし、これで爆発させて、よしさ、出るか。青くん？よし、青くん、ちょ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 。
よし。ああ、ちょ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 。よし。他のやつらが出てくるか、なんか投げてくるから。ちょ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 。つるつる滑ってね、避けにくいんだよね。よし。これで、オッケー。3人しかいないかな？これで完璧に終わる。うわー、滑ってる、めっちゃ滑ってる。よし。まだいる？黄色くんがいた。もちもち黄色くん。ちち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 。ああ、避けるの難しくない？中に入っちゃうんだよね。これやばいね。やばいな。ちょっとハート欲しいです。あ、出てきた。あ、嘘じゃん。もう一回本当に無言プレイするわ。やめて。よし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 。なんだかんだうまくいってるんじゃないか。ちょっと話そう。もうね、3回も4回も死んでるからね、ちょっとうまくなってきたかもしれない。あ、いけたー。今までで結構いい勝負するからムカつきだ。ムカつき。次どこ行くんですか？ん？やばい。なんかある？あ、みどりくんがいたよ。閉めて閉めて。ピンクちゃん、ピンクちゃんが3人ぐらいいる。ピンクちゃん、よしよし。で、はいはいはい、これで最後のピンクちゃんだね。オッケー。みどりくんは出てるよね。こんな狭いところでみどりくんと戦うの？よし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 。もうちょっと。もうちょっともうちょっと。よーし。みどりくんも倒せたよー。オッケーオッケーオッケー。こっちで合ってるかなー。前回ここでね、お化けさんたちがね、めちゃくちゃ働いてるっていう、うわ、映像が流れてたよね。あの引っ張るの何だったんだろうね。とりあえずこっちのお部屋、右のお部屋に行きましょう。で、ここは鏡になってたんだよ。これは覚えてるよ。まあ、ついさっきの話だからね。で、引っ張らなくていいのかな、これは。あと赤色だったっけ。え？
お、テレサじゃん。え、私めっちゃひらめいてるくない？テレフフ通用すると思ってんのかよ。で、ちょっと高い位置にいすぎなんだよね。わあ、気持ちいい。しっかり取っとこう。どこ行った？テレフフー。一。よし、吸っちゃおう。オッケー。でもさ、でこ。一番上に行かなきゃいけないんだよね。これで上に行くんじゃない？違うかな？どっち？あー、危ない。あ、宝石出た。ラッキー。よし、ではごめん、起こしちゃった。何もないよね。なんか揺れてるかな。あ、びっくりした。うん、このまま追いかけていいのかな。あ、このモケモケたち邪魔なんだよな。よし、ちょっと先にこっちのやつらを。あー、逃げちゃった。やっぱなんか下手くそだなシンプルに悲しくなってくるわ、このプレイスキルが。あ、赤くんだね。なんかちょっとすごいさ、簡単そうじゃない？さっきのさ、まあ、緑くんも簡単だったんだけど、なんか妨害してくるさ、お化けちゃんたちがいないよね。え、結構簡単じゃない？さっきの緑くんだってピンクちゃんがさ、妨害してたじゃん。もう黄色くんなんてもう何回死んだのっていうさ、カットにカットされてるけどさ。オッケー。これでゴンドラに乗れるよ。で、またゴンドラへの行き方忘れちゃったよ、私。あ、帰ってこいって言ってくるのかな。そんなわけないよね。ルイージくん、すべて封印を解いたのじゃな。では、ゴンドラに乗って谷を渡るんだ。だよね。そんな簡単に帰ってこいなんて言わないよね。どうやって行くんでしたっけ。これか。マップが覚えられないなぁ、ここのマップは。あんまりね、私方向音痴でもないし、マップもね、結構覚える人間だと思ってるんですけど、難しいな。違うじゃん。ほら、またじゃん。余計なお話をしてるとさ、道わからんくなるよね。なんか戦闘とかまたあるのかなぁ、やだなぁ。当てといた方がいいかな。いや、当たったらわ二つ一個。これ何？ハートだよね。え、ここにハートがあるって何？どういうこと？これでも、外から行くんじゃないの？うん、そう、仕方がない。南北連絡リフト、運搬ケーブル使って隣の部屋へ。はあ、
士何言ってるか分かんないんだよな。とりあえずこれであっち側行くじゃん。あー痛い。でこのままこっち行くじゃん。で、このリフトが動いてないからダメだよってこと？いけるくない？あ、いけたいけた。うん、なんか怖い音してんだけど。あ、ライト使えないんだ。じゃあもうずっとこっちじゃん。ねえ、音怖くない？赤くんがぶち切れてる？あ、覗けるんじゃない？見てみよう。この音のあれは何なの？脅威？脅威かな、あれは。何これさ、はめなきゃいけないとか？ルイージ君、無事だったか？どうや、メンテナンスルームに着いた。さすがルイージ君じゃ。そこ、ジェネレーターオンにしてメインラブのドア。何言ってるかわかんない。なになに？ほう。なになに？どういうこと？全然理解ができないんだけど。これは投げれないんだね。じゃあ、あのロボットみたいなやつ？これするじゃん。ポーン。落ちてこないんだけど。どういうこと？なんか頻度とかないのかな。いけたいけた。なるほど。あ、動いた動いた動いた。じゃあ戻りましょう。ん？ん？いけない。博士、行けなくなっちゃったよ。まだ通信が。ジェネレーター起動した。これでドア開け。何？メンテナンスルームから出れなくなったじゃと？じゃあベースラボに戻ってくるのじゃん。あ、
そうやって帰れるんだ。よかった。ミッションコンプリート。よかった。あ、30分かかってる。あんまりだったね。よし、戻りましょう。これでいけたかな。よくやったぞ。オバキュームの中身だね。オッケー。オーバーキュームの中身はオッケーと。あ、チュンジェネーターを起動してくれて助かったわーい。さらに、ジェネレーターが動き出したおかげでメインラボの前にあるカメラも、あ、そうだね。ムービーで流れてたね。楽ちんじゃなー。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。レジマンション2、いかがだったでしょうか。次、なんだろう。それだけ見たいな。お、テレサ。ちゃんと倒してるね。アイスチェンジ、あ、もうボスなの？いつもさ、4ステージ行って5ステージ目がボスとかじゃなかったっけ？じゃあ次回はボスからやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。織田信長でした。バイバイ。